伊王島はかつてガバロス島と呼ばれた。長崎湾のちょうど入り口に位置するこの小さな島は、大航海時代リスボンの港を出港し、長い航海の果てに長崎に入港する南蛮船の目印となった。霧の中に浮かびくる馬群カバーロシのように見えたのだろうか、ポルトガル人はこの島を馬の島、イリア・ド・カバーロシと名付けた。山や海の人に祈りの歌があるように、この小さな島にも祈りがあった。島の人たちが祈りを捧げたのは、ポルトガル人が伝えたデウシュ、ジェズシュ、そしてマリアだった。キリスト教が禁じられ、厳しい迫害の時代が訪れても、彼らはひそやかに海の向こうから来た教えを守り続けた。ガバロス島の人たちは長い間、海の向こうに何を見ていたのだろう。その風景が歌の中に蜃気楼のように浮かんでは消える。Faz mais forte a
o filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar a Virgem de Nazaré. Ah.